こんばんは、指揮官。夜に会うのは初めてじゃないだろ。一緒に散歩でもどう？君と話がしたいんだ。そうだね。君と一緒に戻ったのがつい最近みたいに感じられるけど、そのことならもう大丈夫だよ。少なくとも部分的にはね。全員の意識を変えるのは難しい。でも小さなことからは始められる。この間バロメッツ小隊が空中庭園から配置替えをされた時、訓練室の教官が袋入りのクッキーをくれたんだ。悪かったよ。まさか彼がゴマアレルギーだなんて知らなかったんだ。幸い症状はそんなにひどくなかったみたいだけど。ええ、そうなんだ。訓練室のこと？ああ、そのおかげというか、シーモン指揮官が図書館の管理人の資格を申請してくれたんだ。僕を訓練室か図書館のどちらに置くとなると、絶対校舎だよね。ああ。あれが空中庭園に来るための交換条件だったから、約束は守らなきゃいけないし、僕も興味があったんだ。昇格者でも受格者でもない僕が、昇格者と似たようなことができるようになっている。ワクサは一体、僕に何をしたんだろう。僕の意識界の安定性はもう検証済みだから、実験の安全性も保証されてる。彼らからも、そうする必要性について聞かされてるしね。Thank you.
講義を聞きながら作戦準備室でオンライン会議をしていたから、どのみち彼らは何も尋ねてこなかったし、編成機で僕たちがまとめた報告書を読み上げただけだったからね。やってみたいけど、今僕にできるのは不適切な薬を渡して仮病に加担するくらいだ。映像資料をたくさん手に入れたんだ。全部見て練習したら救急資格の準備くらいはできると思う。海岸をだいぶ歩いてきたね。ちょっと座って休もうか。こんなにのんびりしてる君を見るのは久しぶりだな。任務でもないし、急ぎの用事があるわけでもない。前回は空中庭園だったかな。さっき座った時にはどうせ帰っても眠れないって言ってたじゃない。もうちょっと頑張って起きておいて。輸送機に乗ったら眠るといいよ。君が失踪したと聞いてずっと捜索方法を考えていた。でもバロメッツ小隊の活動エリアにも制限があるし、外には出られなかったんだ。事情を知っていそうな人たちもずっと僕を警戒していたから。理由はわからないけど、どうやらその態度には明確な原因があったみたいだし、君がようやく戻ってきて、やっと君自身から本当の理由を聞けた。それは悪かったよ。彼がまた来ることは分かっているし、今度こそ逃がすわけにはいかないよ。必要な部分だけは話しているよ。シーモン指揮官とは君のことや、今必要のない事柄については話さないんだ。彼が譲歩してくれるラインはなんとなく分かったけど、彼がこの件に危険を感じてしまえば、僕はさらに行動しにくくなる。ああ、
生きるべきではない者がいる。彼が確実に来るのなら、僕自らが対応する方が確実だよ。何よりも大切な人に関わることだからね。うん、約束する。これからは絶対に。そうだね、わかった。子供の頃はとても窮屈な場所で暮らしてたんだ。寝床はぎゅうぎゅう詰め、運のいい奴は破れた布で眠ることができたけど、ほとんどは破れた布も寝るところもない。みんなが一つの同じ場所に押し込まれると嫌でも見えてしまう。見せつけたい傲慢さも隠したい汚さも、愛も性も憎しみも争いも、盗み奪い合い、殺人事件や事故、見たくなくても目の前で全てが起こった。母親は喧騒の中で泣きながら子供を産み、病人は無関心の中でうめきながら死んでいった。ハリネズミのジレンマを知ってるかい？冬になるとハリネズミは互いに寄り添って暖を取ろうとする。でも近づきすぎると互いを傷つけてしまう。遠すぎると寒さをしのげない。人も同じさ。他人とは適度な距離を保たなきゃいけない。近すぎても遠すぎても良くないんだ。でもそこに詰め込まれて暮らす人たちにはプライバシーも適度な距離を保つ方法もない。そんな状況でハリネズミはどうすれば傷つけ合わずにいられる？目上の人たちはいつもこう言ってた。大勢が支持する方を重視して自分の態度や目標は隠せってね。そんな環境で僕は誰かが触れて欲しくない話題には触れないこと、見て欲しくないものには見ないふりをすることを学んだ。もし誰かがその話題についてだけ話したいのなら、僕はその話題だけを一緒に話すことにしてる。もし誰かが自分の傷をうまく隠しているのなら、たとえそれに気づいたとしても僕は見ないふりをするべきだと思う。僕は何でも受け入れられるような聖人君子じゃないんだ。僕にだって一歩も譲れないほど大事に思う人や事柄がある。ただなるべくそれを顔に出さないようにしてるだけで、子供の頃それで苦労したから、今僕がこうやって話せるのは君がたくさん話してくれたから。交換と共有、旅の行商人の職業病とも言えるかな。大したことじゃないんだ。ただあの時
君の髪が前に会った時より伸びたなって思って。最近はどう？順調？ずいぶんいろんなことがあったんだ。大変だったね。生きていれば、全てのことに対して無関心というわけにはいかないよ。悲しんだり、逃げ出したくなる時だって当然あるさ。いきなりどうしたの？みんなが言ってるように人類の英雄とか宝石のように輝く希望とか腐敗のグレイレイブン指揮官とか、分岐点で僕を見つけてくれて、いつも僕を信じてそばにいてくれる人かな。じゃあ、それに答える前にあるお話を聞いてくれる？童話の「眠れる森の美女」をリメイクした漫画の話なんだけど、おなじみの内容とは違って、この漫画の王女は妖精の祝福を受けられなかったんだ。妖精はいたけど、それは人間が変装していただけ。でも周囲の人々は王女が妖精の祝福を受けたと信じてしまった。こんなにも恵まれた幸福な王女ならきっと何でもできる女性に成長するだろう、そう周囲は期待していたんだけど、実際の王女は祝福を受けていない。どうすれば周囲の期待に応えられると思う？日々努力して学び、本来は享楽的に過ごせたはずの人生を放棄するしかない。でもそこまでしても周囲の人々が称賛するのは王女の生まれ持った才能と幸運だ。多分これが僕から見た君だから、僕の答えはそれだけじゃないになるんだよ。君は人類の英雄、希望、そして腐敗の指揮官だけれど、それだけじゃない。それに僕にとっては、僕を信じてそばにいてくれる人というだけでもない。僕から見た君はもっと身近なんだ。傷つき、疲れ、悲しむことだってある人、大切な人や物のため傷だらけになりながら必死にもがき続ける人、
僕はね、そういう人が好きなんだ。僕からすれば、弱みのある人はより現実味があるし、君が僕を信頼してくれてるって証拠でもあるだろう。構造体も人間も痛みに打ちのめされて涙を流したくなったり、諦めたくなる時は当然ある。昔母も同じことを言っていたな。あの時の僕はどう答えればいいかわからなかったけど、もしあの時に戻れるならきっとこう言う。で、物語の英雄でさえ自分自身に後悔する過去を持っている。ましてや僕たちはただの人なんだから、無理しすぎちゃダメだよ指揮官。王子が100年の眠りから王女を目覚めさせたけど、100年という時間も一緒に動き出してしまった。要は王女の時間がすごい速さで現在に巻き戻ったんだ。彼女は王子の腕の中で息を引き取った。彼らの時間は同じじゃないが、物語以外の人々は今を大事にしてほしい。深い傷じゃないと悲しむ資格がないっていうの。たとえ物語の中で平和な日々を送る人たちであっても、面倒なことはたくさんあるよ。好きになれない人、うまくいかない人間関係、理解し合えない両親、煩雑な仕事に家事、全てのことで少しずつ精神を消耗し疲れていく。楽しい何かが起こらなければ、平凡な日常でも人は壊れてしまう。そんな時に悲しむ資格があるかどうかを審査するなんて、厳しすぎない？うん、わかってる。ここには君の大切なものがたくさんあるから、安心して休めないんだよね。好きなものはある？例えば食べ物や花、物語とか。そうだね、好きな人とか。人は頑張りすぎて安心して休めない時のために、誰かに自分を癒す権利を与えるんだ。だから苦しくて辛い時は、君が愛している人や物に助けを求めて。もちろん。嬉しい。本当にすごく嬉しいよ。もう少しいいんじゃないかな。適当に口実を考えれば何とでもごまかせる。機体のトラブルが解決したら遠くへ遊びに行かない？たくさんあるよ。前に旅の行商人や輸送隊の隊長として訪れた場所なんだ。自然に覆われた廃墟の花畑や、かがり火が燃える拠点、汚染を受けなかった清流。この、うん、約束だ。